FM 92.4 AM 1422 Radio Nippon Sweet 吉村民がお送りしていますラジオ日本スイート。ここからは素敵なゲストをお迎えしてお送りします。シンガーでタレントの近藤夏子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。近藤夏子ですね、先にちょっとね曲がこの、あの BGM はおしまいの歌をね、はい、聞きながら、はい、ではなっちゃんの、はい、あのプロフィールをご紹介させていただきます。よろしくお願いいたします。もうついついねなっちゃんって呼びたくなっちゃう感じが、はい、嬉しい、はい、します。しかもめっちゃ自然とそうやって呼んでくださってましたね。いやもうなんか来る前から勝手になっちゃんって心の中になってて、はい、お好きです。慣れ慣れしいですけど、もうそういうの好きです。なんかあのニックネームなんて呼んだらいいですかの、あのやり取り私大嫌いで、はい、はい、あの最初からなっちゃんって言ってくださる方が自然で大好きですもん。いやもうなっちゃんっぽいですもんね。あ、はい、ありがとうございます。すごい嬉しい。みんなにねなっちゃんって呼ばれてるんだろうなっていうのが、はい、本当にそうです。一瞬で分かりました。はい、はい、プロフィールね今日初めてって方もいると思いますので、うん、ご紹介させていただきます。よろしくお願いします。1985年生まれ島根県出身。2歳からピアノを始め高校卒業後大阪で本格的に音楽活動を始めます。ストリートライブで注目を集め2010年メジャーデビュー。立ってキーボードを激しく叩くライブパフォーマンスで大きな話題を集めました。2015年、島根県大田市の観光大使に任命され地元の愛称家を宮根誠司さんと共作。2018年には島根県ふるさと親善大使遣唐使に就任。業界関係者からおしゃべりモンスターロケアーティストなどと呼ばれ現在はテレビやラジオで多数のレギュラー番組を持ちタレントとしても精力的に活動中です。シンガーソングライターの枠を超えて近藤夏子にしかできないマルチな才能で活動を続けているということなんですけども。ありがとうございます。なんかおしゃべりモンスターなっちゃん、すごく久しぶりにこういう、はい、まあ、関東のラジオの番組でゲストに呼んでいただいて、うんうん、ちゃんとしたプロフィール紹介を久しぶりに聞きました。聞いてしていただいたんですけど、今私のプロフィールこんなことになってるんですもうあのシンガーソングライター超えてますから。もういやおしゃべりモンスターロケアーティストなどと呼ばれて、はい、これをわざわざプロフィールに入れる必要があったのかなと思うんですけどでも今日もたくさんメッセージね、はい、ファンの方があの送ってくださっていて、その中にもね、あのね、はい、ネギのおっちゃんさんはね、うん、なっちゃんは関西の AM、FM を問わずいろんなラジオ局で大活躍中です。でも去年まではシンガーソングライターであるにもかかわらず、うんうん、おしゃべりモンスターとしての活躍でしたっていちいち報告ありがとう。 そう、あ、なるほどと思ってる。私事前にねあの分かってました。はい、でしかし今年になってからは3年半ぶりの新曲を4ヶ月連続リリース。11月1日には3曲入りの EP をリリースと歌でも大活躍しています。あのなっちゃんがしゃべり出すと止まらないので吉村さんお気をつけくださいっていうねなんか注意までいただいています。はい、なんやろな、自分で言うのは全然いいんですけど、はい、わざわざメールでファンの方から注意が来るっていう恐ろしいですね。はい、いやもうね、いろんな注意が来てますよ。いろんな注意が来てる。どういうことでしょう。何ですか。ね、西の方では、はい、ウータカタッタさんからは、はいはいはい、西の方のラジオではバンバン幅を聞かせているので関東でガリガリ爪痕を残していってください。いや吉村さんのプロフィールに歴史巡りなどと書いてあるのでなっちゃんとお話し合うかもしれませんなんていうね。それもいじってるんですよ。はい、歴史巡りなんて私がね全く分かるわけないんですよそれも分かっていじってきてるんですよ、はい、メールで。いやもうねすごいいろんなリスナーさんがいじってきてくれてんな。そう、のんべえのいちさんでしょ、はい、夫婦でこんまにさんでしょ、うん、あとはね本当はみんな全部ね読みたいんだけども、うん、歩くやくもさんでしょ、あと陽平さんでしょ、めっちゃたくさんみんな知ってます、みんな知ってます、はい、あとねラジオネーム陽次さんでしょ、うん、あとはねめげないしげぼんさんということでね、あの皆さんのメッセージちゃんとなっちゃんさんにもね読んでもらうので、はい、安心してくださいね。はい、吉村さんお優しいですね。いやだってせっかくねあのなっちゃん追いかけてメッセージくれたのに、はい、と思って届いてるよってお伝えしようかなと思って。めっちゃ皆さんめっちゃいい人ですよ吉村さんがリスナーさんにはこんなことないですか。なかなかやっぱり
り、まあ、雑に扱うってわけではもちろんないですけど、うん、一人一人こう、私もね、ラジオ番組やってて、はいはい、一人喋りの時とかは結構全部、ラジオネームを読み上げたいんですよ。うんうん、届いてるよってやっぱ伝わると嬉しいじゃないですか。はいはい、っていうのはあるんですけど、やっぱ時間の関係上省かれたりとか、することがやっぱ多いので、なんか今、ええー、方やなと思って。いやいやいや、せっかくなっちゃんが来てくれたから。ありがとうございます、はいね、でもね、リスナーさんの声が、うん、なっちゃんの人柄を表すのかなって私思ってて、はい、みんなにすごい愛されているんだなっていうね、認識でおりましたので。ありがとうございます。でも本当に、関東では久しぶりにこうやってスタジオにも来させてもらって生出演という形やらせてもらうんですけど、まあ、関西でたくさん幅聞かせてるとかいうメッセージはどっちどうかと思いますが、たくさん番組出させてもらってて、はいはい、うん、そういうところで出てると、こういう関東にね来た時も、うん、なんかちょっとこうメールがたくさん来ると、はいはい、人気者感出るじゃないですか。いや、もう人気者ですよ。ほんまにそこら辺はリスナーさんに感謝して、うん、いろんなとこについてきてほしいなと思ってますね。どこまでもねついてきてくれると思うんですけど、はい、まあ、おしゃべりモンスターってなってましたけど、はい、でもなっちゃんは本当は、はい、本当はって言ったら変ですけどもシンガーソングライターですからね。もうちょっと吉村さんもそっちの方に足踏み入れてますね。いいんですよ、その見方でいいんです。本当はシンガーソングライターなんですからね、はい、今日はそこについてねちゃんと聞いていこうかなと、はい、ね、皆さんもなんか久しぶりかもしれないじゃないですかね。そっちのなっちゃんちゃんとね見たいっていう、誰よりも私が一番新鮮です、うん、アーティストとしてラジオに出るこの感じが、はいはい、よろしくお願いします。今日新鮮な感じでいきたいんですけど、はい、なっちゃんが音楽を始めたきっかけ、はい、ね、皆さんもしかしたら初めて聞く人もいるかもしれないですけど。そうですね、本当に先ほどメールにもあった通り3年半ぐらいリリースはなく、ずっとおしゃべりのお仕事を、うん、で関西でロケ行ってとか年間100日ロケしてたりとかしてたんですよ。すごい。私本当にご飯食べてリアクションしてみたいな、うんお仕事とかばっかりをしてたんですけど、まあ、こうやって3年半ぶりに今年はリリースもあって、はい、やっぱ歌いたいなってことで歌い始めたんですが、音楽自体始めたきっかけは2歳の終わり、まあ、3歳になる頃に、はい、お母さんが無理やり連れて行ったピアノ教室がスタートだったんですけどまあ母がやりたかった習い事がピアノ、うん、うちの母は尺八じゃなくてピアノだった残念だったんですけど、はい、ピアノ習いたかったけど自分ができなかったっていうのがあって、子供ができたら習わせたいなっていうので、うん、まだだから自分からやりたいっていうことを言えるような年齢じゃなかったんですけど、うん、そうですね、うん、母が連れて行ってくれて、そこでピアノを習い始めたのが音楽としては一番最初かなっていう感じですね。じゃあお母さんの予想を超えてそこにハマっちゃったわけですね。そうですね、小さい時の、まあ、小さい時、私の小さい時だったら VHS ビデオなんですけど、うんうん、ビデオ8ミリビデオとかの記録を見ると、はいはい、絵本、はい、にピアノがちっちゃいのついてるやつあるじゃないですか、うんうんうん、あれを弾いて遊んでる姿とかが映ってることが多くて、だから お母さんに勧められてやったとはいえ、あ、多分本人も楽しかったんやろなって、うんうん、もう当時のことは正直覚えてないですけど、うんうん、3歳とかのことってでもやっぱ楽しかったみたいで、結局ピアノ自体は、まあ、島根にいる間はずっと習い続けて、高校卒業するぐらいまではずっとやってましたし、うんうんうん、ただ途中でクラシックは嫌だってなって、まあ嫌だというかクラシックにまあ飽きちゃったというか、うんうん、どっちかというと私がやりたいのはなんか歌謡曲、うんうん、もう中学校ぐらいから本当それこそテレビで流れてる音楽とかをピアノで弾けるようになりたい、うん、でなんだったら歌も好きやから歌いたいってなって、うんうん、ピアノの発表会なのに弾き語りをしたんですよ一人で一人だけ、もうそこからもう今のなっちゃん出てきちゃってるじゃないですかだから周りの子はちゃんとこうクラシック弾いてる中で、みんなドレスとか着てねやってる中で、一人だけなんかちょっとなんか何ですか、デニムみたいな感じのカジュアルな服で出て行って弾き語りやるみたいな、ちょっとこうそっちの道に行って、なので途中からピアノの先生のところでもクラシックじゃなくてコード進行とかそういうのを習わせてもらって、どんどんまあ、音楽のジャンルとしては J-POP の方に行くようになりました。あ、じゃあでも先生もね優しい先生ですね、はい、幅広くね、うん、なんか本当そういう、まあ、人に恵まれてきたっていうのは本当最近もよく感じてるんですけど、うん、はい、自由にやらせてくれる大人が多かったですね。だからなっちゃんの個性を最大限伸ばしてくれたんですね。本当にそういう大
大人に囲まれてたなと改めて思ってて、そのピアノの先生もそうですし、うん、もっと言えば両親ともに全くその音楽活動で食べていきたいとか、歌手、うん、なんすか歌手なりたいねみたいなのも高校卒業するときに急に言い出したんですよ。その最後の進路指導ぐらいで担任の先生にどこの大学行くねみたいな、いや夏子なんかで保育士になりたかったんやけど、はい、やっぱ歌手なのかなみたいなことを急に言い出して、ちょっと学校中がざわつくえあいつ進路変えたらしいでみたいなったんですけど、担任の先生がその時も、うん、いやお前といけんちゃうとか言ってくれたし、両親もあいいんじゃないみたいなこれ大体ほとんどの方が歌なんてとか、うん、歌手なんてそんな簡単な道ちゃうねんからってなると思うんですけど、うちはもう周りの大人がいいんじゃんっていうポップな大人が多くて、おかげで調子乗ってここまで来させてもらいました、うん、いやでも多分こう成長過程見てたら、はい、これはいけるってみんなが思いそうですよね。いやそうなんですかね、うん、いやじゃあ多分みんななんかおもろそうなことが好きやっただけですよ。いやいや、みんな、なんかそうなっちゃんならどこまででもいけんじゃないかなってなんか思いそうな気がしますけどね。そういう風に言ってくださるのがまた優しいわ吉村さん。いやいや、なんかなんとなく私親、はい、あの子供がいるので、はい、のっちゃんが子供だったら行けるとこまで行ってこいって言うかもしれない、うん、あ、母目線からするとちょっとそれを感じてくれるんだ、うん、そうそうそう、うん、安心して応援できる、こんなに明るくて前向きな子ならどこまででも行ける気がするって思うかもしれないなって思ってお母さんの気持ち考えてましたね。すごい嬉しいお言葉ありがとうございますまあそんなね元気ななっちゃんですけども、はいはい、11月1日にデジタル EP、うん、トロワをリリースということなんですけども、はい、こちらについてたっぷりね教えていただきたいんですが、はい、まずどんな EP になってるんですか。今回のこのトロワっていう EP は愛、英語で愛、うん、愛、愛って3個並べて、はい、フランス語の 1,2,3 の3のトロワっていう風に読むようになってるんですけど、まあ、私自身実は1年半2年前ぐらいかな、ちょっと人生を見直す時間になりまして、おーおーって言っちゃいましたまあ、あの私も長く生きてきたので、はい、あのちょっとそういう期間がありまして、うん、あのただただ明るいだけじゃない時期も実はあったんですよ、うん、本当ってみんな多分リスナーさん思ってますけどね今日初めて私を知った方はこの声だけ聞いてたら嘘つけってなってると思いますけど、うん、そういう時期があって、はい、で逆に言うとこの2年間で考え方とか、うん、まあ、もっと言うと生き方とか、はい、そういうのもすごくガラッと変わって、うんうん、で出会う人も変わっていって、うん、なんか自分っていうものをこう改めて見直した、はい、でもちろんそのちょっとこうぐちゃってなっちゃう前の自分のことも否定はしたくないし、うん、嫌いになりたくはないんですけど、そういう自分がいて今のこの自分がいるっていうことがすごくなんかこう、うん、生きててよかったな、幸せだなって感じることがもう本当最近増えたんですよ、はい、でじゃあ自分と向き合って、うん、私のことを私が一番分かってあげて私について書きたいと思って、もうとにかく私私私、うんうん、愛愛愛で3曲入ってるっていうのもあって、トロワっていうタイトルで今回は楽曲を3曲作らせてもらいました。今の私なっちゃんのお話ですごい納得したのが、うん、最初にねお聞きいただいたおしまいの歌、はい、これ私おしまいの歌っていう題名なのに、うん、中身めっちゃ前向きじゃんと思いながら聞かせていただいて、はいはい、でもその今のお気持ち聞いたらなるほどってすごい納得しましたね。そうなんですよ、なんかおしまいって言ってるけど本当はあのもう最高に幸せやからもうここおしまいでも OK って思うっていう歌、うんうん、でもなんか前向きすごく前向きなんだけど、あのほんまの超ポジティブのほんまの前向きな人って多分、うん、幸せで止まると思うんですけど、うんうん、私はちょっとひねくれてるから、うん、幸せやからもうおしまいでええわってちょっとそこで終わらしちゃうんですかっていうのがちょっとまあ近藤夏子節ではあるかなっていう楽曲で、うんうん、ただもうほんまにねそのもっと深く話すと本当になんだろう、生きることへの執着なくなってたっていうぐらいまで落ち込んだ時期だったんですよ、うん、全然想像つかないですね目丸くなっちゃった私もう目キラキラに丸くして、うん、でも本当にそういう時期が自分にもあって、でもなんかそういうタイミングって自分が経験したから余計ですけど、うんうん、誰がいつそういう時が来るか分かんないなと思ってて、でもだからこそこの瞬間、はい、もうおしまいって思ってもいいわって思えるぐらいの幸せ、うん、あとこう出会った人たちこういうのをしっかり味わわないとあかんなっていうのをすごく最近感じてるから、
この楽曲が今聴いてもらってるこのおしまいの歌ができました。でもあの普段のねなっちゃんって多分皆さんは元気で明るいっていうイメージで、でもそんななっちゃんからこういうお話を聞いて、あ、なんか乗り越えたんだなとか、こう一歩大人になったんだなって思うと、自分もねそういう状態になった時に一緒に頑張れる気がしますね。そうですね、なんかだから自分が経験したことを基本的に楽曲には書くようにしてたりとか、まあ、あと周り身近な人からのお話を書くようにはしてるんですけど、自分が自分のために消化するために自分の感情を書いてることもほとんどなんですけど、それがこう楽曲としてリリースされて聴いてもらって誰かのためになってるっていう瞬間が声が届いたりすると、なんかすごく、まあ、自分のことさらけ出しただけやったけど広がっていってるっていうのを本当シンガーソングライターやっててよかったなっていう瞬間ですね。あと2曲もやっぱりそういう気持ち込めて書いてるんですか？はい、そうですね、他の2曲もすごくそういう自分と向き合って、あとは大切な人がスコンっていなくなった瞬間に、あ、私この人がいてくれたから自分のこと好きでいれたんやって、この人がいなくなったら自分のこと全然好きじゃないけど、この人に恥じないようにやっぱ自分のこと好きでいれる自分でいようってちょっと前向きに進んでいく、まあ、人生の中での大きなお別れの歌だったりとか、そういう一緒にいれないけど相手の幸せを願ってるとか、今まで私が実はデビューして14周年になるんですけど書いてきた楽曲とは今回の3曲はちょっと全く違う感じの、私も生まれ変わって、はい、の今前世今世って自分のこと言って前世今世生まれ生きながらにして生まれ変わったって自分で言ってて、今世の近藤夏子を書いた楽曲3曲になってますので、はい、じゃあもうね普段のおしゃべりモンスターなっちゃんがね、はい、好きな方も改めて聞いてもらってね、はい、もうぜひです。なんか歌も喋りながら歌ってるというか、ほぼ喋ってるみたいな感じで歌うように実はしてるというか、はい、自然になってるんですけど、もうラジオをやらせてもらってから余計なんですけど、素で行く方が人に刺さるし、素で行く方がなんか、まあ、愛してもらえるって言ったらまあすごく思ってるように聞こえますけど、みんなに届くことが多いなっていうのが分かったんで、楽曲も喋りも素です、はい、そのままです。いや、その方がでも届くと思いますね、たくさんの人にね、はい、だから今回の3曲はちょっと前向きだったりしますけど、はい、別れとかも前向きに捉えてますけど、次リリースする曲はめっちゃ後ろ向きの可能性もあ、でもそれもでも興味あります。あるんです、そう、それがまんまなんで、もうそのまんまで次も楽しみにしたいと思います。いや、もうぜひぜひです、はい、ありがとうございます。あのなっちゃんにね、今日初めてね聞いて好きになったとかね、はい、まあ、応援してる方、なんかこうなっちゃんのどうやったら会えるのとか、その辺はどうか予定はありますか？はい、そうですね、あのワンマンライブが12月21日にあの関西の方であるんですけど、実はあのありがたいことにソールドアウトしていて、でもあの来年ももちろん歌い続けますし、まあ、3年半歌うのやめて、この3年半がだからまあ生まれ変わる期間に必要やった3年半で、ちょっと歌に対する気持ちが後ろ向きになってた時もあったんですけど、もう歌うことに決めたんで、やっぱ歌おもろいってな、おもろいっていう言い方よくないかなまあでもおもろいってなってるので、来年になってもまだたくさんライブもしますし、関東の方でもライブも考えているので、ぜひと皆さん X とか Instagram、 そしてホームページ全部やってますので、こちらでチェックしていただけて、でもちろんあのこのデジタル EP はダウンロードもできるので、近藤夏子で検索してもらって曲を聴いてもらってラジオも聴いてもらって、よろしくお願いします。はい、じゃあ関東に来るときは必ずラジオ日本も寄ってください、はい、言いましたからね。言いましたよ。今日のこの尺八の時間はもらってでも私喋りますからいいですその時休みます尺八、はい、私あのこのアクリル板に楽譜あって吉村さんが尺八を吹いてる姿が今日のこのラジオ日本の最初に目にした光景だったんですよすいません。じゃ あ, あれ大好きなんで尺八でも書いてください次も、夏子さんの曲に合わせられるように頑張りますはい。いや、ほんまにお願いします、はい、お願いします、はいはい、ということでね、あっという間のお時間ですけども、はい、最後に1曲聴きながらのお別れになります、はい、なっちゃん曲紹介お願いしていいでしょうか？はい、私今まで作った曲で実は近藤夏子史上最大に好きって自分で言えてる、そんな曲を聴いてください。近藤夏子で愛の言葉微笑み月。本日のゲストは新曲でタレントの近藤夏子さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
92.4 AM 1422 Radio Nippon Sweet